ウィリアム・シャラートはアメリカ合衆国の俳優である。1922年カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。父親のエドウィン・フランシス・シャラートはロサンゼルスタイムズの演劇批評家として知られ、母親のエルザ・エミリー・シャラートはラジオ局のホスト及び雑誌ライターだった。南カリフォルニア大学に在学していた頃から学生演劇を始め、1946年には チャールズ・チャップリンの息子で俳優として知られる、シドニー・チャップリン率いるサークルシアターに参加し、舞台で経験を積んだ。1940年代後半あたりから、映画へ出演し始め、プロとしてのキャリアをスタート。テレビドラマへも出演し始め、徐々に頭角を表していき、一般にも俳優としての名前が浸透するようになった。また、アメリカ国内で放映された。 いくつかのテレビコマーシャルのナレーションなども務めており、様々なジャンルで活躍している。テレビでは、パティ・デュークが主演を務めた、コメディドラマ、パティ・デューク賞へのレギュラーキャストとして知られており、同ドラマには、マーティン・レイン役で出演している。その他にも、テレビドラマ、トワイライトゾーンを映画化した、トワイライトゾーン、超次元の体験のキャスリー・イン・クイン・ラン主演の、第3話、 子供の世界の一家の主役やシドニー・ポアチエがアカデミー賞を受賞した夜の大捜査線の主張役などでも知られている。1979年からは映画俳優組合も務め、1981年まで同役を務めた。1949年に女優のリー・ワグナーと結婚し、二人の間には4人の子供がいる。ありがとうございます。